簡単に玄米ダイエットができる食材をお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録してお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひ受け取ってください。それでは早速1つ目の項目です。なぜ玄米がダイエットに向いているのかというその痩せるポイントをお伝えしていきますね。痩せるポイントは3つあります。1つ目は腸内環境が整うから、2つ目は栄養価が高いから、3つ目は脂肪の吸収を抑えてくれるからなんですよね。もうこれどれも大事ですよね。やはりダイエット成功させるためにはまずは腸内環境が整っていて、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがきちんといろんな種類がいて元気いっぱいで働いてくれてますかっていうことも大事に加えて、やはり栄養がしっかりとれていないと痩せることってできないですよね。ですからしっかりとこの玄米を食べることで栄養も取れてしまう。そして脂肪の吸収も玄米は抑えてくれますから、こういった効果を使ってきれいにまた健康的に痩せることができるんですよね。では2つ目の項目です。何をということで、今回は簡単にできる玄米ダイエットのその食材を選んできました。それはこちらです。じゃん、見えますでしょうか。玄米でダイエット、ブラウンライスケークって書いてあるんですけども、こちらはですね、国産の玄米を 100% 使った玄米の、ちょっと出してみますよ。こんなね、面白い、見えますでしょうか。お米菓子みたいな、もちろんね、味付けがないので、もう 100% これ原材料も玄米かっこ国産だけでできてる。もうめちゃくちゃ香ばしい香りがするんですよね。あのポン菓子の味付けする前みたいなね、ああいったのが想像していただきやすいと思うんですけれども、薄くてね、これね1枚でですね、ちょっと見てみましょうね。こちら1枚でカロリーがたったの35キロカロリーなんですね。で、白ご飯と食パンよりカロリー糖質は 50% 以下で、また食物繊維は 100g あたりバナナの約3倍ということで、やっぱり玄米パワーってすごいですよね。で、こちらですね、15枚入ってまして、ちょっと見ていきましょうね。まあ、もちろんね、玄米ですからグルテンフリーだったり低 GI 食品だったりね、まあ、完全無添加のものなんですけれども、そもそも玄米は腸内環境を整える食べ物ですし、低 GI 食品といって太るもと、血糖値の急上昇を抑えてくれる、緩やかにね、緩やかに上がる食材なんですよね。で、また食物繊維が豊富に含まれているおかげで代謝が上がったり、その血糖値の急上昇もここで抑えてくれる効果もアップしますし、もうなんといってもビタミン、ミネラルがいっぱい入ってますよね。やはり白米はこういったものを削ぎ落としたご飯になってしまいますから、栄養価が低いんですよね。しかもここが高 GI でガバッとね、血糖値も上がってしまうのに対して、玄米はこんなにもダイエット効果があるということと、あとはデトックス効果も高いので、体内に溜まってしまった老廃物、余計な毒素もこうどんどんね出してくれる効果も高いですよということになります。では3つ目の項目です。どのようにということで、今回はこの玄米を使ったこのね、ブラウンライスケーキを使った、いろんなレシピがあるんですけれども、私が一押しの、もう今ハマってるレシピがあります。腸活ダイエットレシピがあるので、最後にその材料と作り方をお伝えして終わりたいと思います。この、ブラウンライスケーキ使うんですけどね。で、ここにもパッケージにもね、いろいろな食べ方が載ってるんですよね。レシピが食べ方いろいろということで、時間のない朝食に、オープンサンド、スーププラスこのライスケーキ、味噌汁とライスケーキ、あ、もうこれもありだなっていうね、組み合わせなんですけれども、あとはダイエット中の昼食や間食にということで、ミネセローネとライスケーキ、サラダチキンとライスケーキ、そしておやつにもということで、これは見る限りなんかアイスクリームみたいなんですけれども、そのアイスもね入れずに、このライスケーキだけでもね召し上がってもらってもいいかなって思うんですよ。蜂蜜とかね軽くかけても美味しいです。
ポン菓子みたいになってすごく美味しい。そして小腹が空いた夜食にということで、ちょっとねダイエット中に夜食はねお勧めできませんけども、まあ、夜食にしなくても普通のお食事としてね作ればいいなと思うんですよ。例えばお茶漬けとかカナッペとかリゾットということで、まあ、リゾット、まあ、かっこよく言えばねリゾートですけど、まあ、日本で言えばおかゆだと思うんですね。なのでよくね私ご相談を受けるんですけども、まあ、先生って玄米がねダイエットにいて分かってるけどなかなかね買うのも面倒、なかなか手に入らないのも面倒だし、そもそも家族が嫌がるっておっしゃるんですよね。ご主人とかお子様がもう何これ米茶色いって白米がいいって言われてね、私は玄米食べたいのになかなかねとか、まあもともとその玄米がもさもさしてねちょっと苦手なんですっていう、まあいろいろね環境とかその条件がねあると思うんですけれども、こちらですね、わざわざ炊かなくて もうこれ1枚あればですね、例えばこのまま私はどうしてるかというと、お茶碗にこれをポトンと、まあ お茶碗、そうですね、お茶碗でも無理じゃないんですけど、まあ、平たいお皿でもいいですよ、置いてちょっとお湯かけてレンチンするんですよね。まあ、お好みでいいですよ、レンチンを。ただもうあっという間に玄米がゆになるんですよ。もう簡単でしょう。なのでダイエット中にこの玄米のねダイエット効果を試したいけど、まあ、なかなかいろんな原因がね、まあ、環境があって取り組めないという方はおすすめです。もう簡単にあなたのためだけにね買えばいいんですよ。まずは本当はねご家族にも食べさせて差し上げてほしいなって思うんですけれども、まあ、それぞれあると思いますから、まずはあなたがねこの玄米ダイエットを取り組んで健康で綺麗になったら、ご家族もあなんか最近お前変わったなとかね、お母さんなんか痩せたね綺麗になったってね言われたら、じゃあ僕も私も俺も食べようかなってね言ってもらえるかもしれませんから、ぜひねまずはあなたが試してみるということで、一押しなのがこの玄米を使ったマーガリスブラウンライスケーキということで見つけてみました。でこちらはたまたまねスーパーで見つけて、あ何これと思って手に取ったんですけれども、実際食べてみたらものすごく美味しかったっていうのと、他のスーパーでもこちらの会社のではなくって、まあ、他のね会社の方が作ってる、まあ、製造のね方がいらっしゃったので、ポイントはですね、選ぶポイントはとにかく原材料名が玄米かっこ国産 100% のみで作られたこういったね玄米パフになったものを選んでみてくださいね。そうすれば、まあ、どこの会社のメーカーさんであっても安心安全でダイエット効果も得ることができますから、まずはポイントを押さえていきましょう。そしてここから私がじゃあこの玄米でできたねこのライスパフをどうやって美味しく食べているのかっていうもう一押しのレシピがありますから、今から材料と作り方をお伝えしていきますね。はい、メインはですねアボカドを使ったレシピになるんですけれども、アボカドはやっぱり腸内環境を整えてくれますし食物繊維も豊富なので、まあ、太るもと血糖値の急上昇も抑えてくれて、しかも悪玉コレステロールも下げてくれたりとかですね、あとは糖質量がね低いんですよ。太る原因ってやっぱり一番はですね糖質なんですよね。でもちろんこの玄米にも糖質含まれてますから、ここでねさらにトッピングに糖質が高いものを取ってしまうと太ってしまうわけです。ですから私は糖質量の低いこのアボカドをトッピングで、ね、使うんですよね。ただしアボカドは脂質はね高いので量は注意ですよ。とっても美味しいので食べ過ぎには注意してくださいね。ではここからレシピです。アボカドディップになります。なので先ほどのこの玄米のねライスケーキの上にそのディップを乗せて召し上がっていただきたいんですけども、これがまたものすごく美味しいんですよね。材料です。2人分です。アボカドを1個に対して鰹節のパックありますよね、小さな小包の、まあ、あれは、まあ、それぞれメーカーによって材料のねその量はちょっと違うとは思うんですけども、まあ、目安でいいです。だいたい1袋この小袋ですよね、を1袋用意してください。そしてここに塩麹、まあ、私は手作りしてるんですけども、この塩麹を大さじ2分の1入れていくんです。で作り方ですけども簡単なんですよ。この以上の材料をよく潰して混ぜるだけで OK です。まあ、ここはね、まあ、歯ごたえの関係とかで、先生ちょっとアボカドはねちょっとこう歯ごたえがあった方がいいなっていう方はそのぐちゃぐちゃにね潰す必要ないと思うんですけど、私は滑らかなディップが大好きなので、もう結構ね細かく滑らかに
ペースト状になるまでよく潰して混ぜて作ってます。でそれを先ほどのこのライスケーキの上に乗せて、そうですね、まあ、彩りとしてはちょっとスライストマトを乗せてみたりとか、ちょっとこう青野菜とかね、とパラパラってトッピングしても美味しいと思うんですけれども、もうねこれが美味しいんですよ。この鰹節の旨味とその塩麹の甘みがあるこの塩分がですね、もう絶妙に絡み合って、またその濃厚なアボカドにもめちゃくちゃ合うんですよね。なので私もあまりにも美味しすぎて食べ過ぎてしまうことがあるので、ご一緒にね食べ過ぎには注意していきましょうねということです。さあいかがだったでしょうか。今回は簡単にできる玄米ダイエット、取り組む一つの食材としてこういったね、まあ、簡単なものから取り組まれてもいいかなと思うんです。でもちろん私はもう玄米大好き人間なので、毎朝ね玄米ご飯美味しくいただいてるんですけれども、まあ、時々こういったねちょっとこう違う感じで食事もこうアレンジして楽しみたいなと思って、こういったライスケーキ使う時もあるんですよね。あなたもぜひ今すぐねお近くにあるといいですよね。もしなければネットでも買えると思いますので、お近くのスーパーやネットで購入して日頃のダイエットにお役立ていただければと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。